こんにちは。私、内田智也とフリマルが、保土ヶ谷区、旭区、泉区、瀬谷区の魅力的な自然スポットを紹介します。相模鉄道のキャラクター、ソーニャンも登場します。4区のホームページからご覧いただけますので、ぜひご覧ください。